酒井殿。町の守りは進んでおるようです。お主の働き大黒から聞いた。礼を言う。おじぎめへの恨みは変わらぬがな。敵は猛虎。手勢なき今あなたが頼りです。猛虎の餌としたいのだろう。槍川の民は勇猛で腕が立つと聞く。それを示す時では。考えておこう。起きておったか。百姓だけで侍が負けた相手に勝てる？すぐに分かる。あんたも酔った方がいいね。剣士のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手立て。大変だ。急ぐぞ。何があろうと逃げたりしないよ。酒井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる？表門です。このままでは。止めなきゃね。